さあさあ誰からハイになる？板倉はいい表情してたぞ。もうハイになりそう。うん、聞いてきましたね。あみんな悩んでる。さあ誰から行く？うわあ！そんなバキッと吹いた。え？誰かさん聞いてきた？聞いてた。やめよ！言っちゃいけねえこと言ってまいそうだ。あこの前よ。あの単独ライブ千鳥でやったんだけどよ、ゲストにダウンタウンの松本さんが急遽出てくれることになってよ。でギャラ払わねえといけねえじゃねえの、吉本も迷ってさ、マネージャーもいくら払ったらいいんですかって言うからさ、うん、俺もそら恥かかせねえぐらいの額、これぐらいは払えよって言って額提示したらよ、松本さんからあそんなにいらねえって書いてきたんだよ。だから額半分ぐらいに下げてよ、配信とかがあったから結構それ振り分けたら若手のギャラがドーンと上がってよ、結果千鳥の単独ライブ松本さんのギャラよりライスの関町の方が高かったっけ。そうだよ関町だ、関町の方が高かった。ちょい役の関町がめっちゃもらってる。